皆さんこんにちは。それでは一言お祈りして始めていきたいというふうに思います。神様ありがとうございます。今日これからのこの、メッセージの時を主が豊かに祝福し導いてください。この時を感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日のメッセージ箇所をお伝えいたします。今日は使徒の働き16章31節になります。使徒の働きの16章31節。それではこちらでですねお読みしたいというふうに思います。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。今日はですねこのメッセージ箇所からお話をしていきたいというふうに思います。イエス様はですねこの地上に私たちの罪の身代わりとなってですね、この十字架にかかるためにこの地上にお越しになりました。そして実際に十字架上でこの死なれて私たちの罪を身代わりとなって亡くなられ、そしてですね黄泉に下り、そして3日目によみがえられた方です。そして今はこの天におられますけれども、イエス様はですねその天に戻られるそのこの前にですねこの私たちにこの一つのこの言葉を残していかれました。それは全世界にこの福音を述べ伝えなさいということでした。イエス様がおられたその時はイエス様がそのことをこの大事なこの事柄をこの人々にこの伝えてきましたけれども、イエス様が天に昇られたそのこの後の働きっていうのはこの私たちにですねその働きを委ねていかれたということをですね皆さんぜひ覚えていただきたいというふうに思います。でもですねそこでこのその働きを成していくそのためのこの必要なその力っていうのは人から出るものではなく、イエス様がこの私たちにその、イエス様のことを伝えるそのこの力もですねこの与えてくださるということ柄も覚えていただきたいというふうに思います。そして今日お話しするのが使徒の働きの伝道旅行のところになります。で、このすでにですね1回目の伝道旅行を終えて2回目の伝道旅行に使わされるその時の事柄が今日のお話になります。ところがですね問題が起こりました。使わされていくその方々同士でですね少しですね揉め事が起こってしまったんですね。ですからこの本来全員で行くところがですねこの2回目の時は2つにこの分かれていくことになりました。一つはパウロとシラスのグループ、そしてもう一つはバルナバとマルコになります。で、このいろいろ問題が起こったんですけれどもですね、結局ですね、この神様のこの働きっていうのは、その問題の中でもとどまることなく、逆にこの一つの場所に行くのではなく、二つこの場所に行くことによって、より多くのその方々のところに、この福音がこの伝わっていくっていうそのこの働きに入ってきました。神様のこの計画っていうのは素晴らしいですね。この人間のその問題をも超えた形で神様が働きを進めてくださっているっていう事柄をここで見ることができます。パウロさんはそのシラスとこう一緒にこう使わされていったわけですけれども、パウロはこう行きたい場所がありました。でもですねそこに行こうとするとこの神様がこのストップをこのかけるという事柄が何回か起こったんですね。でその時にこのパウロがこの寝ている時にですね一つのこの夢を見ました。それはこのマケドニアに来て助けてくださいっていうそういったこの夢だったんですけれども、それを見た時にあ今回のその行くべきその場所はここなんだっていうことがですねこのパウロは確認してこの使わされていくことになりました。でこの福音宣教のこの働きっていうのはこの私たち人から出たものではなく、神様がこの委ねられた神様から委ねられた働きなので、神様がこの良しとされるそのところに使わされて神様のことを述べ伝えるっていう事柄が大きなこのポイントになっていきます。そしてパウロさんはですねその夢を見たのでマケドニアに使わされていったわけですけれども、そこでまずですねリディアという女の人にこの出会います。そこでリディアさんに神様のことを伝えると、その方がイエス様のことを信じ
またそのリディアさんの家族もこの救われるっていうその事柄が起こってきました。ですから本当にこの、マケドニアに来てくださいっていうその子の夢を見て出て行った時にですね、一人の子の方の救い、そしてその方のこの家族のこの救いっていうのがこの豊かに表されていきました。リディアさんのケースはその救いが表されて素晴らしい神様の働きだったんですけれども、次はですねこの占いをしていたこの女性につきまとわれるという事柄がパウロとシラスにこの起こってきました。これはこの大きな問題だったというふうに思うんですけれども、でもですねこのパウロとシラスはその女性にお祈りをしました。その占いをしていたのは悪い霊によるものだったので、このイエス様のこの名によってこの悪霊を追い出すってことをなした時に、その子の女性からのこうつきまとわれるっていうことはこのなくなりました。それでこの問題が解決したかと思うとそうではなくてですね、その占いをさせていて儲けていたその男性の方がもう占いができなくなった、その女性がですねその祈りによってこの悪いもの悪霊が出ていったことで占いができなくなって儲けることができなくなったということで、雇っていたそのこの男性からこの訴えられるっていうことがこの起こってきたのです。そして訴えられるだけでなくこの悪い教えを教えているっていうことで、この牢屋にパウロとシラスは入れられることになってしまったのです。で今この絵が見えていると思いますけれども、牢屋にこの入れられたパウロとシラスはどんな気持ちだったでしょうか。この神様が行けって言われたそのマケドニアに来たのにこんな問題が起こるなんてって思ったかもしれませんし、そうでないかもしれません。そこはですね聖書にはこの深くこの書いていないので見えないところなんですけれども、でも実際的にですね神様がそこに行くマケドニアに行きなさいって言われてこの来たそのところで牢屋にこの入ってしまうっていう、そういったこの問題が起こってきたのは事実でした。でその次にそのパウロとこのシラスがですねこの牢屋でどういった対応したのかっていうところを見ていきたいというふうに思います。何をしているでしょうか。パウロとシラスはこの問題のその中で牢屋にいるその中で神様に賛美をこの捧げていきました。というのはこの前にですねこのマケドニアに行きなさいって言われて来たその直後にですねリディアという女性がこのイエス様を信じ、また家族ご家族もこう救われたっていう素晴らしいこの働きがこのなされたわけですけれども、でもですねその次に起こったその問題もこの占い師の雇っていたその方にですね訴えられて牢屋に入るというこの問題もリディアさんが救われたのと同じくイエス様が許されているそのことから、イエス様が良しとされているその中で起こっていることだということをですねパウロとシラスはこの知っていたんですね。というのはこのはっきりと神様に、マケドニアに行きなさいっていうふうにこの言われて従ってきたのだから、この問題と見えるそのこともですね神様の何かしらの計画があるっていう事柄をですねこのパウロとシラスはこう知っていたんですね。だからその問題と思えるその中でも神様を賛美するっていうその事柄をこの牢屋の中でこの絵のようにですね喜んで捧げていたっていうことがこうなります。でその時にですねこの牢屋にこの捕まっているその方々っていうのは他にもこのいると思うんですけども、その方々もですねこの賛美に聞き入っていたっていう事柄がですねこの聖書にこの書かれています。ですからその賛美っていうのはこの他の方々にとってもこう特別なその時だったというふうにこの思います。そしてそのパウロの賛美の声っていうのはどうなっていったのか、それは奇跡を生み出していったのです。
この絵はですね、何を示しているかというと、その牢屋でですね、牢屋に入っているその時に大地震が起こったわけです。そしてそれまでこのつながれていたその鎖とか、また扉とかもですね、この鎖もこの取れ、そして扉もこの開かれたっていう、このありえないこの奇跡につながっていきました。ところがこの奇跡の中、喜べない人がいたわけです。そのパウロとシラスを見張っていたその兵士ですけれども、もうパウロたちが逃げていったというふうに思って、この責任を感じてですね、自分でこの死のうというふうにこの思っている兵士がこのいました。で、それをですね、パウロはこの止めるわけですけれども、このパウロたちは逃げずにですね、そのこの場所にこの留まっていました。そしてその兵士たちがです、兵士がですね、この自分はどうしたらいいんでしょうかということをですね、パウロにこの聞くわけですけれども、そこでですね、このパウロがこの伝えたその言葉がこなります。その言葉が今日一番最初にこの開いた聖書箇所になります。このイエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますっていうその言葉をですね、ここでこのパウロはその兵士にこの言葉をこの与えることになりました。そしてその兵士はこのイエスキリストをこの信じるということがこの起こってきました。ここで、この兵士の救いとともに、その兵士の家族のこの救いもこの時に起こってきたのです。で、この最初に言いましたけれども、リディアさんとリディアさんのそのご家族がこの救われたっていう素晴らしいその働き、神様のこの救いのこの技っていうのが表されたともに、この牢獄に入れられるっていうその事柄のその問題の中でですね、そこにいた兵士とまたその家族がこの救われるっていうですね、ことが起こってきました。で、パウロとシラスはその問題の中にある神様のこの計画っていうものに目を留めて賛美を捧げていたわけですけれども、その賛美をこの通して奇跡が起こり、またそこに用意されていた神様の救いのこの計画っていうものがこの時にこの具体的にこの開かれていきました。で、私たちのこの歩みの中でも、あ、神様が本当に働いてくださったっていうこの喜ばしいその出来事っていうのがあるとともに、あれ、なんでこんなことが起こったのかなっていうその問題っていうのもこの同時に起こってくると思いますけれども、その良いと思えるその事柄にある神様の計画とともに、その悪いと思えるそのこの問題の中にある神様のその計画っていうのがこのあるっていう事柄をですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、特にですね、その悪いと思えるその時にですね、神様をこの賛美するっていうのはとてもですね、この難しいことかもしれないんですけれども、でもですね、その賛美を捧げていくその中で、神様が奇跡を起こし、神様が技を表されるっていう事柄をですね、皆さんのその歩みの中でも神様は豊かに表してくださいますので、ぜひですね、どのようなその時においてもイエス様をですね、褒めたたえ、またこの賛美していくっていうその姿勢をですね、ぜひ取り続けていっていただきたいというふうにこの思います。それではこの今日の、最後のメッセージ箇所を読んでですね、終わりにしていきたいというふうに思います。それでは、御言葉を読みします。使徒の働き16章31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それではお祈りいたします。神様、今日のメッセージの時を感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。